ガキがうぜえから鍵変えた。お前は赤ん坊と庭で寝てろ。ミオと3ヶ月検診から戻り、カイトに声をかけると信じられない言葉が返ってきた。ちょっとカイト、ふざけてないで早く鍵を開けて。予約とはいえ、朝から3ヶ月の娘と病院の長い待ち時間に耐え、やっと家路に着いたと思い、鍵穴に鍵を刺そうとして入らないことに気づき、何事かと声をかけての返事だった。ふざけてなんかないさ。聞こえてたなら言われた通りにしろよ。開き直るように吐き捨てるカイト。ミオは生まれて3ヶ月しか経ってない赤ちゃんなのよ。どうしたらそんなひどい言葉が出てくるのよ。ひどいだと？それはこっちのセリフなんだよ。仕事して疲れて帰ってきてんのに、ギャーギャー泣かせやがって。起きてる時ならまだ知れず、寝てからも黙らせられねえお前が悪いんだろうが。どんどんエスカレートしていく罵声。耳を塞いでも飛び込んでくる心ない言葉。ミオは二人の子供なのに。悔しさがこみ上げてくる。意を決して夫に告げようとした時、誰かが私の肩を叩いた。振り向くとそこにいたのは、この後、私たちに救世主が現れ。私の名前は小田切春、24歳。夫のカイト、28歳との間にできた愛娘、ミオを3ヶ月前に出産した新米ママ。カイトとは半ば強引に友人から誘われた合コンで知り合い、向こうからの猛アタックで付き合うことになり、結婚。結婚して2年目に待望の赤ちゃん、ミオを身ごもった。カイトに最初に誘われたデートで待ち合わせた場所が大きな桜の木の下で、毎年綺麗な桜の花を咲かせ、待ち合わせがいつもそこになってたこともあり、マナ娘もミオと名付けた。妊娠を告げた時、カイトは泣いて喜んでくれた。そんな夫とこれから幸せな未来が待っているんだと、期待に胸を膨らませていた。あの頃は。つわりや体調不良の時も寝ないで看病してくれたりもした。けれど安定期に入った頃から、カイトの態度が変わっていった。私はもともと体が細くて小柄。お腹の赤ちゃんは予想以上に重く、少し動くのもエネルギーを消耗。ため息ではないのだけれど、何かするたびに、はぁ、と一息ついてしまっていた。たく、またため息かよ。俺との子を産むのがそんなに嫌なのか。違うよカイト。ため息じゃなくてお腹が重いから。カイトは私がため息ばかりついて一緒にいることを不快に思っていると勘違いしてしまい、何度違うと言っても分かってもらえなかった。そこからギクシャクし始めて、仕事が終わってもどこに寄ってきているのか帰りが遅くなり、もうすぐ予定日だというのに不安な夜を過ごす日々が続いた。そっか、カイト君、お腹の子に春を取られたと思ってイライラしてるんじゃないの？そうなのかな。だってカイト君、春にベタ惚れだったじゃないの。大方相手してもらえなくて拗ねてるんじゃない？生まれてきたらまた変わるわよ。そんなもんなのかな。からかうように笑って話を聞いてくれてるのは私の姉のさくら。頼りになる姉で私の一番の味方。さくら姉さんには三つ年上のりょうさんという旦那さんがいる。うちの実家は老舗の和菓子屋で、実家の和菓子に惚れ込んだりょうさんがどうしてもと父に弟子入りし、亡き母に代わって父と店を切り盛りしていたさくら姉さんにも惚れ込み、婿入りしてくれ結婚。なんでも、りょうさんのご実家は、お父さんが大手企業の社長さんだとかで、三男坊であるりょうさんは、会社を継ぐ予定はないそうで、婿入り OK だったのだそう。当初は反対されたものの、甘党のりょうさんのお父さんも、今ではすっかり実家の和菓子に心を奪われているのだ。桜姉さんは結婚式を挙げておらず、私はまだお父さんにお会いしたことはないのだけれど、仕事にはとても厳しい方なのだそう。話が逸れてしまったけれど、
私は桜姉さんにカイトの最近の態度を話し、相談に乗ってもらっていた。と言っても、実家に戻っているわけではない。合コンで結婚に至ったことを心よく思っていない昔気質の父と反りが合わず、私は実家には近寄らなくなっていたのだ。そんな理由から桜姉さんが自宅に来てくれるか、チャットアプリのビデオ通話がもっぱらの相談手段であった。今日はもうすぐ生まれそうなこともあり、和菓子を届けてもらいがてら来てくれていた。カイトも実家の和菓子を気に入ってくれていたので、これでご機嫌を取ってみたら?と差し入れてくれたのだ。桜姉さんに、仲直り頑張って。とエールをもらい、その日は体調も良かったので、カイトの好きなものを作り、差し入れてもらった和菓子を夕食後に食べようと小皿に盛り付け、カイトの帰りを待っていた。時計が9時を回った頃、玄関の鍵の開く音がしたので、久しぶりに出迎えに立った。お帰りなさい、カイト。今夜はね。玄関まで行くと思わず固まってしまった。ベロンベロンに酔ったカイトが数名の男女に送られてきたのだ。しかも、カイトはその中の女性の肩を借り、しがみつくようにしていた。カイトさん、着きましたよ。もう、抱きつかないでくださいってば。女性も酔っているようで、私の存在に気づいてないようだった。素敵なお家ですね。いいな。女性は玄関の床にカイトを下ろすと、キョロキョロ見回している。あなた方は、びっくりした。ごめんなさい。脅かすつもりは。あなたこそ、カイトさんのお家で何してるんです？もしかして、家政婦さん？バカ。例の奥さんだろ。家政婦？例の奥さん？何なのよ、この人たち。頭の中が疑問符だらけになりながら、声を少しだけ荒げてみた。私はカイトの妻です。主人は送ってくださったようで、ご迷惑をおかけしました。あとは私が介抱しますので。失礼ですが、会社の方でしょうか。すると、全く通じてないのか、動じないのか、女性が私をちらりと視界の角に入れて、口を開いた。ふーん、これが奥さんか。カイトさん、嘆いてましたよ。鬼嫁って。おい、やめろって。すみません。失礼しました。俺たちはカイトさんの部下です。飲みに誘われてご一緒してたんですけど、潰れちゃったんで送ってきました。帰りますので、あとお願いします。男性の方は酔いが冷めたのか、慌てて女性の腕をつかむと外に出て行った。そんなに歳も違わないと思うけど、今の若い子はこんなにも常識がないのかと、あっけに取られた。元はといえば、床で酔いつぶれているカイトが悪いんだろうけれど。私はコップに水を用意すると、カイトを起こしにかかった。カイト、起きて。こんなところで寝たら風邪ひいちゃうよ。だが、ブツブツと寝言のようなことをつぶやいて起きる気配はなかった。大きなお腹では、カイトを寝室には運べない。仕方なく毛布を持ってくると、カイトにかけ。食卓にあるテーブルに食べるなら温めてとメモを残し、赤ちゃんのために寝室で休むことにした。床に入ると、いつの間にか眠ってしまっていたようで、大きな物音で目が覚めた。音の出所はダイニングの方で、私はお腹をかばうように起きると様子を見に行った。すると、カイトのために用意した夕食も、桜姉さんが差し入れてくれた和菓子も、無残な形で床に散乱していた。そしてテーブルに突っ伏して文句を言っているカイトが目についた。何時だと思ってるの？こんな大きな音立てたら近所迷惑だよ。はあ？俺はな、お前のために働いてやってんだぞ。その旦那様に向かって、なんだその言い草は。まだお酒が抜けないのか、ろれつがおかしいまま。声を荒げるカイト。お酒を飲むなとは言わないけど、もうすぐ赤ちゃん生まれるんだよ。カイト、泣いて喜んでくれたじゃない。
なのにどうしちゃったの？今夜だってカイトの好きなものいっぱい作って待ってたんだよ。それをこんなめちゃくちゃにして。しっかりしてよカイト。パパになるんだから。心の底から込み上げてくるものがあり、気がつくと私は号泣しながらカイトに訴えていた。けれど、カイトに私の思いが伝わることはなく、その晩は、うるせえと怒鳴ると、どこかに出て行ってしまった。結局、私たちは分かり合えぬまま、私はミオを出産したのだった。出会った頃を思い出してほしい。そんな望みも託して、ミオとつけたのだけれど、カイトが娘を抱くことはなかった。そして出産に立ち会ってくれたのは、桜姉さんだった。桜姉さんは子供が好きなのに、子供を産めない体だった。だから、大好きな桜姉さんに、ミオに一文字もらって、桜姉さんにも可愛がってもらえたらと、そんな思いもあった。ミオは笑顔がとても可愛い女の子で、ミオの笑い声と笑顔が私の支えだった。けれど、夜泣きも激しく、それに対して激高するカイトからミオを守り、一睡もできないこともしばしばだった。いいか。今度夜中にギャーギャー言わせたら、この家から叩き出すからな。そんな罵声にもだんだん慣れてきた。でも、このままじゃミオがかわいそうだ。私は頭の片隅に最悪なシナリオも用意していた。そして、ミオが生まれてから3ヶ月が過ぎた。今日は3ヶ月検診で、朝から病院の待合ロビーにいた。予約をしているのに待たされること40分。やっと見てもらうことができ、寝不足で疲れていたこともあり、帰りにはぐったりしてしまった。ミオ、やっと終わりましたね。帰って休みましょうね。ミオに声をかけながら家路を急いだ。頑張りましたね。お家に着きましたよ。よいしょっと。あれ？玄関前に到着して鍵を開けようとした。入らない？鍵穴に鍵を差し込もうとしたのだが入らず、何度試してもダメ。開かなかった。出掛けに閉めた時はちゃんと入ったのに、仕方なくインターフォンを押す。今日は休みでカイトがいたからだ。はい。あ、カイト？ごめん。どういうわけか鍵が入らなくて開けられないの。悪いけど開けてくれない？なんだ。もう帰ってきたのかよ。間に合ってセーフ。何を言ってるの？ガキがうぜえから鍵変えた。お前は赤ん坊と庭で寝てろ。鍵を変えた？どういうこと？とにかく開けて、ミオを休ませたいのよ。嫌なこった。俺言ったよな。次泣かせたら追い出すって。そんな、ミオはまだ3ヶ月の赤ちゃんなんだよ。外でなんか寝かせられるわけないじゃない。うるせえ。んなこと知るかよ。これ以上、俺の時間をガキに潰されてたまるか。とっととどこへでも行け。子守もまともにできない奴に用はねえよ。ちょっと、カイト！私の呼びかけを無視して、カイトはインターホンを切ってしまった。何回押しても無視している。電源自体を切ってしまったようで、呼び出し音すら聞こえなくなった。そんな、あまりの仕打ちに途方に暮れた。とにかくミオだけでも休ませてあげなくてはと、私は家から離れ歩き始めた。実家には戻れない。父もまだミオの顔も見たことがないし、こんなことで家に入れなくなったなんて知れたら、それ見たことかと何を言われるか。頼りの桜姉さんは、今日は組合の集まりで留守にすると聞いていたので、連絡できない。とりあえずファミレスにでも避難しようと歩き出す。けれど、寝不足でふらついていた私は足がもつれてしまった。すると、お嬢さん、大丈夫かね？背後から声がして振り向くと、年配の男性が心配そうな顔をして立っていた。そして、男性の少し先には黒塗りの車が止まっていた。怪しいものではありません。車で通りかかったら、ふらふらした足取りのお嬢さんが見えたので、心配になり声をかけたんですよ。男性は怪しまれないようにわざわざ車から降りて声をかけてくれたようだ。
ありがとうございます。そう口にした途端、涙がポロポロと溢れてきた。何か訳がおありのようですね。お子さんも抱えて、車に乗ってください。大丈夫。女性の秘書を連れています。男性がそう言いながら右手を上げると、車から綺麗な女性が降りてきて、私の手荷物を持ち、背中に手を添えて車に乗るようにと、促してくれた。そんなことが。私は車に乗せられると、恥ずかしさよりミオがかわいそうになり、ことの顛末を男性に話していた。その男性の秘書だという女性がハンカチを差し出してくれた。と同時に男性が名刺を差し出してきた。私は大倉光三と申します。ここで代表取締役をしているものです。大倉さん。その名刺を見て私は目を丸くした。車の中で話を聞き終えた光三さんが口を開く。では、頼みますよ。光三さんは秘書の女性にそう言うと、女性はあるものを手にして、かしこまりました。とうなずいた。私はもう一度カイトに交渉するためにカイトのスマホを鳴らした。何十回目かのコールでカイトが出る。うるせえな。何度も同じこと言わせんじゃねえよ。家には入れねえ。ガキ連れて野宿でもしろっつーの。案の定、部屋に入れる気はないようだった。なので。はーい。わかったわ。私たちがどこで寝ても、文句言わないでね。え？それだけ告げると、私は電話を切った。そして、光三さんの車で移動する。カイト、あなたがその気なら、ミオのために私はもう迷わない。心の中でそうつぶやき、用意していた最悪のシナリオを実行に移す。ハル、大丈夫？ごめんね。やっぱり検診、一緒に行くべきだったよ。血相を書いて、桜姉さんが部屋に入ってきた。店に連絡くれたらよかったのに。桜姉さん、心配かけてごめんね。リュウさんまで借り出してしまって。何言ってるの？桜の大事な妹は、俺にとっても大切な妹だよ。そう言って、桜姉さんと一緒に来てくれたのはリョウさんだ。父さんから連絡もらった時はびっくりしたよ。お父さん、妹とミオを助けていただいて、本当にありがとうございました。なーに、私も、まさか声をかけたのが、桜ちゃんの妹のハルちゃんだったとは、夢にも思わなかったよ。そう。なんとも世間は狭いもので、私に声をかけてくれたのは、桜姉さんの旦那さん、りょうさんのお父さんだったのだ。もう少し落ち着いたら、ミオを連れてご挨拶にと話していたのに、初対面がこんな形で成し遂げられるとは。そして私がミオとお邪魔しているのは、何を隠そう、光三さん。桜姉さんにとっては、義父のお家。私はそのまま、車で光三さんのところに連れてこられ、ミオを布団で休ませてくれたのだ。その間に実家のことまで話していると、婿入りしてくれた亮さんは息子で、お得意様に実家の和菓子を用立てるために、車で通りがかったところを私を見つけて声をかけてくれた。とのことで、光三さんが亮さんに連絡を取ってくれ、桜姉さんを連れ立って飛んできてくれたのだった。それで、本当なの？カイト君に家から締め出されたって。うん。ミオがいるのに、外で寝るとか、信じられないよ。赤ちゃんは泣くのが当たり前なのにね。許せないわね。私はゆっくりとうなずく。桜姉さんとリョウさんにも、すべてを話した。鍵を変えてまで、ハルたちを追い出したって、何がしたいのかな。どういうこと？単にミオちゃんの夜泣きがうるさいから追い出したってだけなら、ドアチェーンしちゃえば入っては来れないでしょ？日中は仕事で出ちゃうわけだから、顔合わせないし。部屋に入られたくない理由がある、ってことだな。部屋の中が見れたら、何かわかるかもなのにね。あ、リビングなら見られる。ミオのためにつけた見守りカメラがある。思い出してスマホと連動させているカメラを
4人で覗き込む。何これ。こういうことか。なんといかがわしい。黙っていた構造さんが怪訝そうに眉を寄せる。そこに映し出されたのは、ソファーの上であられもない姿で女性と戯れるカイトの姿だった。その女性には見覚えがあった。以前酔いつぶれて帰ってきたカイトを送ってきた部下だと名乗った若い子だった。許せない。こんなことのためにミオの夜泣きのせいにして私たちを追い出すなんて。腹の底から怒りが湧いて体が震えてきた。絶対に許さない。私はカイトに制裁を加えることを決めた。カイトに追い出され自宅に戻らなくなって1週間が過ぎた頃、私のスマホが鳴った。相手はカイトだ。あんな奴の声なんか聞きたくはなかったが、面白い反応が聞けるだろうと電話を取った。もしもし、久しぶりね。おい、一体何のつもりだよ。突然かけてきて挨拶もないの？そんなことはどうでもいいんだよ。何なんだよ、弁護士起こして離婚だの、慰謝料払えだの。お前頭おかしいのか？あら？弁護士さんが言ったなら話聞いたでしょ？浮気に対する慰謝料。それからミオの養育費。ミオが二十歳になるまではしっかり払ってもらうから。もちろん、離婚が先だけど。待て待て。なんでいきなり離婚なんだよ。はい？あなたが私たちを追い出したんじゃない。いやいや、出てけとは言ったけど、離婚するなんて言ってないだろうが。あなたに言われる前に離婚するに決まってるじゃない。浮気のために夜泣きを理由に可愛い娘を追い出すような男となんて、一緒にいる価値なんてないわ。はあ？浮気なんてしてねえし、何の証拠があんだよ。バカね。証拠があるから弁護士さんが動いてくれたんじゃないの。言い逃れできると思わないでね。今の私はもう言われてばかりの私ではない。言いたいことをしっかり伝え、離婚届に署名捺印して弁護士さんに託した。最初はごねていたカイトだったが、リビングの見守りカメラの画像や相手の子があっさりとカイトとの浮気を認めたことにより、本人も離婚を受け入れた。慰謝料は希望通りの額を一括で支払うこと。養育費も毎月支払うことを約束させ。滞った場合は残り分を一括で支払うという内容の誓約書を交わした。それからしばらくして、カイトから再び連絡が来た。離婚届は出してやったからな。慰謝料も養育費もちゃちゃっと払ってやるよ。それはよかった。ずいぶんとお金に自信があるんだね。おうよ。この前、社長直々に声をかけてもらったんだよ。近々君に大事な話があるからってな。いやー、俺の才能がついに大企業の社長の目に留まったんだよ。昇進の話に決まってるからな。ふーん。つうわけだから、お前みたいな小ぶつきの陰キャ女とは、金輪際おさらばだ。もっといい女見つけて、融合してやるよ。と、まだ決まってもいない妄想話で一人盛り上がるカイト。悪いことをしておいて、そんないい思いができるだろうか。まあ、私はきちんと払うものを支払ってもらったらそれでいい。こっちこそ、ドキュン男なんて願い下げなんだから。私には可愛い可愛いミオがいてくれたら、それでいいのだから。カイトと離婚が成立してから、さらに数ヶ月が過ぎた頃、私はとあるところに来ていた。よく来てくれたね。今回のことは、私個人としても、我が社としても、許されざることだから、私の方でもしっかりと調べさせてもらったよ。はい。ご迷惑をおかけして、本当にごめんなさい。ハルちゃんが謝る必要なんてないよ。むしろ、ハルちゃんは被害者なんだ。しっかり見届けておきなさい。構造さんがそう言い終わると、ノックの音が聞こえた。入りなさい。構造さんの低い声が招き入れると、ニヤニヤと手をすり合わせ、一人の男性が入ってきた。大倉社長、お呼びがかかるのを今か今かと
待ち望んでいましたよ。って、お客さんですか？入ってきたのは元夫のカイトだ。入り口に突っ立っているカイトが奥を覗き込みながら唖然とする。なんでお前がここにいんだよ。慌てふためくカイトに対し、私はすっと立って会釈した。全くの他人行儀で。ご無沙汰してます。小田切カイトさん、社長さんの前ですよ。青い顔をして金魚のように口をパクパクさせる姿は、とても滑稽だ。私から説明しよう。こちらにいる片桐春さんは、私の息子の妻、桜さんの妹さんだ。世間は狭いな。そう。構造さんと知り合った時、いただいた名刺を見て驚いたのは、カイトの勤め先の名称が書かれていたからだ。桜姉さんのお父さんであることにも驚いたのに、まさかの展開に本当にびっくりした。というわけで、ここはカイトの勤め先の社長室。構造さんがカイトに制裁を加え、私とミオの仇を取るからと呼んでくれたのだ。しかも、君は自分の部下に手を出し、いかがわしいことのために、妻子であるハルとミオを追い出した。なんと嘆かわしい。違いますよ、社長。俺、いや、私はそんなことは一度もしたことがありません。こいつが何言ったか知りませんけど、決して私は。ほう、浮気は春のでっち上げだと？そうですよ。私がそんなひどいことを。ふむ、ひどいこと、という認識を持っているのかね。もちろんです。だったらなんで、私とミオに庭で寝ろなんて言って、鍵まで変えて締め出したのよ。いや、あれはほんの冗談だろうが、なのに本気にしやがって、逆に行くところもねえくせに帰ってこなかったじゃねえか。お前こそ、よそに男でも。いい加減にせんか、見苦しい。構造さんは激高し、ポケットからボイスレコーダーを取り出すと、カイトが私を罵っている音声を再生した。お前、録音してやがったのか。盗聴じゃねえか。訴えてやる。録音したのは私の秘書。それに、盗聴にはならんよ。そして君に追い出された後は、私のところで寝泊まりしていたのだよ。家内の部屋でな。言ったでしょ？どこで寝ても文句は言わないでね。そんな、マジかよ。俺の昇進は、昇給は。あるわけないじゃないの。私たちを裏切って、部下と浮気したくせに。だから、浮気は。いい加減に観念したら？リビングの見守りカメラの映像。構造さん。大倉社長もご覧になってたんだから。ああ、実に不愉快だったよ。それに、相手の畠山くんは、君との関係を認めた上で、自主退職しとる。君から関係を迫ったそうじゃないか。妻に冷たくされ、寂しいとかなんとか？そんな、俺の人生終わった。カイトの間抜けな絶叫が、社長室に響き渡った。こうしてカイトは社長であり、私にとっては、姻族である構造さんから、直々に懲戒処分を言い渡された。昇進、昇給だと思い込み、一人天にも昇る気持ちで社長室を訪れたカイトは、一気に地獄への階段を転げ落ちることとなった。昇給を当てにして、私への慰謝料と養育費を後回しにし、浮気相手に散財してしまったカイトは、誓約書に基づき、慰謝料のみならず、養育費も一括で支払うことになった。なあ、頼むよ、ハル。俺とお前の仲じゃないか。また、やり直そう。な、今度はちゃんと、ガキの面倒も見るからさ。復縁すれば慰謝料も養育費も免除になると考えたのか。とんでもない、手のひら返しをしてきた。よくもそんな都合のいいことが言えますね。何ですか？ガキの面倒って。私の娘には、ミオって名前があります。
もう二度と連絡して来ないでください。おこがましいにも程がある。こんな人と結婚してしまった自分が腹立たしく、悔しくて情けなくて、本当に悲しくなった。私は電話の向こうで懇願し、大声を上げているカイトを無視して、通話ボタンを押し、そのまま着去した。その後の弁護士さんの話によると、カイトは仕事を解雇されたという経歴がついて回り、再就職先も見つからず、私への支払いのためにお金を借りようとするも、良識的なところからの借金はできず、黒服の怖い人たちがいるところから借りたそうで、返済のため、毎日監視されながら、そっちの世界の人たちが司る仕事に、毎日体を酷使して働いていると聞かされた。せめてもの、と、ご愁傷様、と心の中で手を合わせてあげるのだった。私はというと、桜姉さんと涼さんが、間に入ってくれ。父と話し合い、実家に戻ることができた。りょうさんの話によると、父は私とみおのことを気にかけてくれていたのだとかで、ぼそぼそとどうしているか、とりょうさんに聞いてきていたそう。桜姉さんから今回のことを聞かされ、私とみおのために怒りをあらわにして、カイトのところに怒鳴り込みに行こうとしてくれたんだとか。みおを連れて久しぶりに戻ったとき、不愛想な顔をして仁王立ちしていたのだけれど、ミオがニコニコっと微笑むと、小さな声で、はじめまして、ジージですよ。と、ミオの手を握ってくれ、照れくさそうに抱かせなさいと手を出してくれた。そんな不器用な父と何年ぶりかでわだかまりが解けた。今ではミオにデレデレで、店をリョウさんに任せ、いろんなおもちゃを買ってきては、ミオと遊ぶ。普通のおじいちゃんをしてくれてる。そのおかげで私も桜姉さんと店を手伝うことができるようになった。そして構造さんも奥さんとよく訪ねてくれるようになり、三人でミオをあやしてくれることも増え、父とも趣味があったようで、三人で一緒に出かけたりもするようになった。桜姉さんもミオを可愛がってくれ、二人でお母さんをしている。りょうさんも、お父さんですよ。と声をかけてくれたり、可愛がってくれ、お店が休みの時は4人で遊園地などに出かけたりする。たくさんの愛情を受け、ミオは幸せいっぱいの笑顔ですくすくと育ってくれている。私はそんなミオの成長を楽しみに、温かい家族の中で幸せに暮らしている。